神は歴史の中心にイスラエルを置かれた。 なっそうかぼくのそうか僕の信仰の最後のピースはこれだったんだエイコーばさんに相談してみようあきちゃん イスラエルのことなら私に任してエイコバさんイスラエルを軸として聖書を見る時これまで見えなかった神様のご計画が明らかになりますその最後のピースにやっと気づいたタケちゃんそこに現れたのはイスラエルでの宣教生活を終え日本に帰国したばかりのおばエイコだったのです お邪魔します。あらけちゃん来てくれた。えー、嬉しい。ええカバさんこんにちは。こんにちは。いつも来てくれてありがとう。いやーこちらこそお会いできて嬉しいですよ。ママ元気？あー元気元気。お母さんも元気にしてた？もう私は神様から力いただいてますます元気。うん、ああよかったよかった。今日もね質問したいんだよね。嬉しい。何の質問でしょう？いいうん。 いいよね、イエス様が十字架にかけられる前の夜に弟子たちと食事をしたでしょ、うん、いわゆる最後の晩餐っていうんだと思うんだけど、はい、あの時の食事はどんなだったんだろうなと思ってあこれは素晴らしい質問ね<当>いやそれでは、うん、聖書を読み始めた方がいいと思うので。はいはい えー、ルカのの22章、あこっから始まるので、八、えー、8節から13節まで読んでくれるイエスはこう言ってペテロとヨハネを使わされた。私たちの杉ぎしの食事ができるように準備をしに行きなさい。彼らはイエスに言った。どこに準備しましょうかイエスは言われた。 町に入ると水亀を運んでいる男に会うから、その人が入る家にまでついて行きなさい。そして、その家の主人に、弟子たちと一緒に杉越しの食事をする客間はどこかと、先生があなたに言っておられると言いなさい。すると主人は、席が整っている2階の大広間を見せてくれます。そこで準備をしなさい。彼らが出かけてみると、イエスの言われた通りであった。 それで彼らは杉越しの食事の用意をしたはいこの杉越しのお祭りっていうのはあ立法では、うん、あ必ずエルサレムに登らなきゃいけないのねうんだからエルサレム中どこのおうちもお客様、うんうんうん、へえー、そして空き地はテントを建てられるっていうぐらいに人がいっぱい 倍なのねだから、ここでは、イエス様が、次越しのお祭りの準備をしに行ってきなさいって言ったとき、どこに準備しましょうかって書いてあるんだけど、うん、実は、どこで、どこにそんなとこあるんですかっていうような、ショックな、ああ、返事だったのね。んそんな場所は、あ、なってるのかっていうことなんだね。<laughs> それだね。そしたら、 街に入ると水がめを担いでる男に会うからその人が入る家までついていきなさいってったて言ったの。そうかでもどうやってイエス様が言っている男の人を見つけることができるのいろんな人が水がめを持ってたらどの人イエス様がったのかなっていい質問をたけちゃんはしてくれるね。えー、水って言うの、うん 大体女性が担ぐのね<ー>え女性っていうのは一番重たいのが腰なのうんだから頭の上に水がを担いで両手をフリーにして歩けるのねうんところが男性は頭が一番重いのだから水がを頭の上に置くと 手で押さえておかないとコーンと落っこっちゃうわけね。えだから肩に乗っけたりして、<ー>えー、男性が水ガを担ぐっていうことは、あ奥さんがいれば奥さんが水ガ担ぐし、家族だとお母さんかはあ姉妹が水ガ担ぐから、男の人で水ガ担ぐっていうのはめったに見ないよね。えどういう人が ああ水がを担ぐ男の人かっていうと男性ばっかりで住んでいる人たちエッセネ派のような人たちなのよエッセネ派へえ男の人たちは水がを運んでいる男の人たちはあんまりいないんだまずはまずはあんまり見ないでもしいるとしたらそういうエッセネ派の人なんじゃないかってことなんだね エッセネ派っていうのはどういう人たちなのあパリサイ人って聞いたことあるでしょサドカイ人っていうのも聖書に書いてあるでしょ同じようにエッセネ派っていうのも宗教団体なのだけどこの人たちはあ独身の人たちが多くて司会者本を書いた人たち<ー>これそれはもう。 SN の人たちね。雑誌会社本を書いた人たちは独身の人たちだったんだ多かっただね、うん、結婚しちゃいけないっていうおきてが、うん、あなかったって聞いたことあるんだけど、うん、おそらく、うん、そういうおきてみたいな感じで、うん、誰も結婚してないっていうえ、うん、それがエッセ派うんそしてイエス様は、うん、その人に出会ったら、うん あ,あちょっとちょっと私たちの先生が杉越のお祭りをするのはどこかって聞いてますよって言ったら周りの人たちが聞こえるじゃないこの時はもうたくさんの人がイエス様を殺そうと計らっていた時だからイエス様が何にも言わないでその水がめを担いでる男の人が入る家まで くっついていきなさいそういうことなんだ、うん、そして家に入ったらうん、うん、そこの主人にうん、うん、私たちの先生が杉越のお祭りをするとこどこかと聞いていますって言うと二階の整えられたお部屋を見せてくれます、うんそうね、っていうことなんだねここにそういう意味があったんだ黙ってついていくっていうのは 他の人に見られたらやっぱりあんまり良くないからついていって行ったところで声かけなななさいいってううことなんだねそ,うなのよそでもそうさっき言ってたようにエルサレム中に人がいてもう部屋もないっていうところなのになんでこの人のところは空いてるって分かったのかなあのー このユダヤ教の人たちっていうのはねいろいろなしきたりがあって、うん、一日早く杉越しのお祭りをするグループだとか一日後にするグループなんかがいるのね。<ー>イエス様は一日早く杉越しのお祭りをし,したかったの。弟子たちだけで最後のの晩餐をするのに 1> 1日早くしててるのでまだだ空いてたわけあそうなんだ同じ日に絶対やらなきゃいけないっていうことはなかったんだ、うん、その忙しさにもよりけりだしけが、うんうん、れてる人たちはけれがなくなってからっていうのもあるし外国にいる人はあ1日遅くなんていうね、うん、えいろいろな強化で違ってくるのね。え、そういうことなんだ。 イエス様は一日早い過ぎ越しの食事をしようとしたんですか？それはイエス様は神の子羊としてお生まれになったでしょそして、過ぎ越しのお祭りの子羊として生まれたのね。<ー>その生贄の時に、うん、同じ時に。 ご自分が十字架にかかる<ー>そのために最後の晩餐は一日早く杉越しのお祭りをしているのね<ー>そしてその晩イエス様が捕らえられて、うん、そして、えー、ゴルゴターのところに、えー、行って、えー、朝の9時に釘付けになってんだけどもそれは杉越しの 子羊が朝の9時に捧げられて、そしてじーっと見守られてつ、殺されるのは3時なんで、だいたい6時間ーじーっとしていなきゃいけないのね。十、うん、イエス様は10時間の上で6時間いたんですよね。9時にかけ、かけられて、 そして午後の3時に息引き取られてるからちょうどその杉越の祭りの子羊が捧げているられている間中まだ生きてらっしゃった。<ー>そしていよいよ杉越の生贄を殺すっていう時に息を引き取られてるっていうね。うそう,そう,うんそれで一日早く、うん。 なさったね、イエス様は杉越の祭りの子羊そのものだから当日に捧げられる羊と同じ時間にイエス様も十字架にかけられて子羊がほふられるその時と同じタイミングでイエス様が息を引き取ったからだからその日には食事ができないので前の日にもう済ませておいた。 っていうわけなのね。だから、あの出エジプトで過ぎ越しのお祭りっていうのが始まったんだけど。これはずーっとイエス様のお姿を表してて。ね、いよいよこの日に成就したのね。なるほど。出エジプトでもそういうふうにしてたもんね。うん、羊が送ら,られなきゃいけないっていうことがあったんだもんね。それをまい。 年何千年も続けてるっていう、うん、わけなのよね。出エジプトの時はどういういにして羊がふられたの出エジプトの時はあ子羊をやっぱり夕方に殺してその血を両柱の入り口の両柱と鴨居に塗って、えー、そしてお夕食を。 下のね中に入って、えー、その時死の天使がその血を見て素通りしたそれで杉越の祭りなのね。<ー>だけどエジプト人のところにはその血がないからあそこに死の天使が入っていって。 動物も人間も、ウイゴは全部殺されていったっていうわけなのよね。羊の血が塗られてる家の前は通り過ぎた。通り過ぎ。過ぎ越したっていうことだったんだね。ということは、イエス様が神の子羊で血を流されたので、僕たちの心の柱とか、 カモいに、イエス様の血が塗られてそして、通り過ぎたっていうふうに受け取ればいいのかな、そうやって命が与えられたとかタケちゃんの理解ってすごいね、ね今、私それを言おうと思ってたのね、<ー>すごいな、<う>すごい。すごい感謝なことだね、すっごい感謝のことを、だから永遠の命をいただくのね。そ,ねそれから 杉越の祭りっていうことで気になってたのは種なしパンを食べてた、うん、普通のパンじゃなくてその時は種なしパンを食べてたって読むんだけどそのパンはどんなパンなのああタケちゃんパンダネってどこにあると思う パン,ダネパンダネはお店で買ってきてこうやって入れるんじゃない、うん、まあお店にもあるんだけど、うん、お店にもあるんだけどパンダネっていうのはこれ空気の中にあるのよえー、空気の中にあるの、うん、じゃあ見ててうん、うん、ここに小麦粉があるでしょここにお水入れるわよ こうして小麦粉をくのこうしてね小麦粉を溶くと今すぐには来ないんだけどこうして置いとくのうんこうして置いとくとこうパンダネが空気にあるこれイースト菌っていうんだけど、うん、それがここにぶわって集まってくるのるの、えー？集まってくるの で<ー>そして少し時々こうして混ぜておかないと乾いちゃうでしょ、うんうん、だからこう時々混ぜてるどん,どん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 入ってくるのね空気の中にあるのがここに入ってくる<う>知らなかったあの魚つるみたいにね、うん、イースト菌つるのこれで知らなかった <laughs> そして明日ぐらいまで置いといて、うんうん、そして パンの生地を作るときにこれを入れて、うん、パンをよくこねて、えー、パンを作ると置いとくとふわーって膨らんでくるのよへえそうなんだうんだから「パンダネってどこにあるの?」って言ったの、うん、<laughs> ら私いっつも空気に <laughs> そうなんだねじゃあ空気中にパンダネが あって自然にこう集まってくるんだったらどうやってそのパンダネが入らないパンを作ることができるの頭いいねタケちゃんね。<laughs> いや、これ混ぜたでしょ混ぜてすぐには来ないの。で,で、ある程度するとあ、あそこにあ,あるっていうのでこう集まってくるのね。うん、だからこれを混ぜて大急ぎで作って でオーブンに入れるとパンダネが入ってないの、ね。ええ、そういうことなんで急いでパンダネが入る前に。入る前に。そうなんだ。うん、そしたらパンダネが入っていないパンができる、ね。パンができるのね。えここにあるのよ。ちょっとここはい。ああこれが。これがパンダネの入っていないパン。うん、これはラビがタイマーを使ってね。うんうんうん か絶対にパンダネが入らないっていう速さで焼き上げたものな、うん、えー。だからこんな薄っぺらい膨らまないパンになるんだね。うんうん、あのパンダネ入ってないから膨ら膨まないうことにはじゃあどんな意味があってこういうパンを作って それはいい質問だからああたけちゃん読んでくれる <laughs> うん、うん、えっと第一コリントのね、えー、5章第一コリントのあ5章に、はいえー、このことが書いてあるんだけど6節から8節まで読んでみてあなた方の高慢はよくないことです。 あなた方はほんのわずかのパンダネが粉の塊全体を膨らませることを知らないのですか新しい粉の塊のままでいるために古いパンダネを取り除きなさいあなた方はパンダネのないものだからです私たちの杉越の子羊キリストがすでにほふられたからですですですから私たちは古いパンダネを用いたり 悪意と不正のパンダネを用いたりしないで。パンダネの入らない純粋で真実なパンで祭りをしようではありませんか。はい、ここで書いてあるのは。うん、パンダネのないパンっていうのは罪がない。っていうね。う罪がない。うん、だから、パンダネのないパンを過ぎ越しのお祭りで食べるっていうのは、これは、うん。 イエス様をを表表ししててるるイイエエスス様様は全く罪のない罪がないからでこのパン、うん、ちょっと見てねこのパンはあすごい特別でね、うん、こう穴が開いてるの見えるうん、うん、見えるねでしょうん、うん、これはあユダヤ人でイエス様を信じる人たちはうん これはイエス様の釘の穴、えーうん、十字架に書かれた時の釘の穴を指しているそしてここ筋がこう見えるでしょ、うん、これがイエス様の鞭打ち受けられた鞭打ちの跡を表している、ね、そういうことなのね面白いねだから、えー、これは本当に、えー、罪が待っ たくついクリスチャンもイエス様を信じたらパンダネがないパンのようになるっていうことを教えてるそうその通りりだってイエス様の十字架にかかられたおかげで私たちは罪許されたでしょうんうん、うん だからもう罪が全然ないのね、うん、イエス様が全部十字架に釘付けにしてくださったからね、うん、でこのパンを、うん、ああユダヤ人は儀式に使うのね、うん、これもうたくさんテーブルに積んであってレストランでもホテルでも杉越のお祭りの時はこういうパンしか出てこない<ー>ちょっとこれのけるわね、うん、えー、そして えー、パンダネのないパンっていうのをマッっていうのマッツこれをマッこれをマッ、うん、でこのこれは袋なんだけどマッ、うん、袋っていうのねマッ、えー、袋,袋これ普通の袋じゃないのよ、うん、ここに1箇所入れるとこあるでしょ2箇、うん、所, 2> 2所、えー、もう1箇所入れるとこがあるのね でそこにこのパンダネのないパンを3枚入れるのへえ<ー>こうしてねうん、うん、これこの3枚はみんながバリバリ食べてるのとは違う<ー>特別なのね<ー>特別に儀式に使う<ー>でこれは父 みこみたまっていうのを表してるね。うん、父みこ御霊それをユダヤ人は知らないんだけれども、うんうん、この中で3枚入れるんだけど、うん、実は1枚だけしか使わないの。うん、それも、真ん中の分だけ、みこの分だけ、あー、うんうん、の分だけを取って、うん、そして、 これを割って、えー、みんなに与えるのね<ー>こうあまずは感謝を捧げて、うんえー、そしてこれを割るのね、うんえー、そしてこれを着ているお客様全員がこうちょっぴりずつ取って食べるのねであとの半分をどうするかっていうと、うん、お父さんがこれをハンカチに。 包む<ー>そしてハンカチだとかナフキンに包むのねそしてもう子供たちがこれを見ると嬉しくてしょうがないの、うん、なぜならこれがゲームなのね<ー>杉越のお祭りのゲームでーこの半分をお父さんが家の中で誰も見つけられないようなとこ隠すのへは 3時間半から4時間ぐらい、長い時には5時間ぐらいかかるんだけど、うん、子供たちはこれを見つけるのが楽しみで、うん、みんな最後まで起きてて待ってるのね。<ー>で、一番最後に、えー、探してきなさいって言うと、うん、もう子供たちがわーって言って探してくるんだけど、<ー>これを見つけたものが、うん ご褒美をもらう、そのご褒美をもらいたくて仕方がないっていう,う、えー、このパンをアフィコーマンっていうんだけどアフィコーメンっていうのはどういう意味これはね意味としては隠すっていう意味だ って言う、言われてるんだけど、実は、本当の意味がわからないのね。うん、アラム語らしいんだけど、うん、あの、隠すっていうのは、これお父さんが隠すっていうので、うんうん、アフィコーマンは隠すっていう言われてきてるみたいなのね。うんうんうん、へだけど、イエス様がね、このアフィコーマンを召し上がったところがあるのね。うん、えー、これが、 えー、マタイ26章の26節なの。ちょっと読んでみてくれる、はい、また、彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り、祝福して後、これを先き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体です。はい。これが、イエス様の身体であると。アフィコメンは、イエス様だったのだ。 っってていうことを初めて分かった、ね、もう何百年もこれをしてるんだけど弟子たちが「えー、このアフィコーマンはこれはメシアの身体だったんだ」っていうのを初めて知ってるのね、えー、そして、うんえー、このこれを取って食べなさいってみんな 回していらこれをユダヤ人は今も何千年もやってるのねだけど、うん、これがアフィコンマンがイエス様に関係あるっていうことをいまだに知らない、うんうん、そうなんだ弟子たちも昔のユダヤ人から何百年もの間、うん、同じことを続けてきた。 そうな,ねなのねずっと3枚挟んで挟んで真ん中を取って食べてたてでもその真ん中のことがイエス様メシアの体だっていうのは知らないで何百年間もやってた人たちがいたってこと最後の晩餐に弟子たちが初めて。 これはメシアの御体だったんだっていうのが分かったそ,その発見は結構嬉しかったんじゃないかねそりゃそうですよすごいことだと思わないそうだねで今のユダヤ人はまたイエス様の弟子の時代から考えても2000年同じようにやってるけど三父三子御霊の神様とか真ん中はメシアの体だって はっっっきり分からないけどずっとやってるだからユダヤ人のしきたりの中にイエス様がいらっしゃるんですよ。うん、あはあそういうことでそれがもう、うん、あこれがイエスキリストと呼ばれてたお方だったんだっていうと、うん、民族的に救われるということがありえるわけね。うんそうなんだ 弟子たちも最後の晩餐の時にそれを初めて知ったっていうのはすごいねすごいでしょう<ー>もう最後の晩餐のことはねまだまだいっぱいお話しすることはあるんだけど今日一日日じゃちょっと無理なの今日はそろそろ行かなきゃいけないけどじゃあまた次もつ最後の晩餐の続きを教えてもらおうかなうこの続きしましょうねうん、うん、ね、うん すごいことを教えてもらった今日もありがとねいやとんでもないもん、うん、たけちゃん早く帰ってきて、はい、じゃあまた次楽しみに来ます、はい、今まによろしくはい。それでは本日のおさらいをしますイエス様は杉越の祭りに捧げられる子羊としてお生まれになりました杉越の祭りの時に食べる種なしパンは全く罪のない イエス様のことを表しています3枚の種なしパンのうち真ん中のアフィコーメンがイエス様の身体を表していましたそれでは皆様またお会いしましょうシャロー